はい、こんにちは、カズボウです。ドラゴンクエストモンスターズ、ジョーカー3プロフェッショナル、リクエスト、続きやっていきたいと思います。まあ、リクエスト対戦なんですけど、名前ね、ゼメルリクエストって書いてまして、ゼメルギアスね、います。というのが、こういうリクエストいただいたんですけど、まあね、ゼメルギアスだったら使えるかなと思いまして、それで前回、前々回とね、まあやりまして、まあパート3なんですけど、やってみてね、やっぱね、チェインパーとか出てくると絶対勝てないので、例えばね、今ね、今回ゼメルギアスですけど、例えば4枠のね、ゼメルギアスだけで勝ってくださいっていうね、リクエストだったらできなかったんですけど、まあゼメルギアスを使ってくれて特にね、まあ要望なかったので、自分もやりやすかったので作れました。というのが、いつものパーティーにね、まあどっかにゼメル入れればいいかなと、あとずっと亀使ってたので、一番最後だけね、レオパルドにしたかなって感じで、今までのところ混ぜてれば、まあなんとか対応はできるかなということで、やりました。あとね、F ランクパーティー4体作ってくださいっていうのもあったんですけど、まあそうね、それやってもいいんですけど、まあ相手にワールドとかね、究極行動早いような出てくると、太刀打ちできないので、まあそうだね、超凍結カードを使えるキャラを1体入れといてね、対策したりとかもあるけど、まあそのパーティーにやっぱ使えるのいなかったので、まあちょっとね、考え中ですね。はい、ということで、ゼメルギアスですけど、最初ね、樹氷の戦士っていうのを持ってるんですよ、スキルで。だからそれを消さないでやってみようかなと思った時に、ステータス上げたらね、賢さが1724まで上がったので、まあ賢さアップ SP とね、まあ呪文と、あとね、そうだね、まあチェインパー出てきた時の対策も一応立ててありますので、まあそうだね、まあこれも一人っきりとかつけていいけど、まああんまり鍛えてないんですよね。だけど周り強いからなんとかいけんじゃないかなと思いまして、まあやってみようか、とりあえずね。伝説のマスター来ましたね。さて、お、いいやつ。こっちもあるけどね。ゼメルをね、なるべく、まあ、使いたいから、これでいいや。ここが、チェインついてるので、チェインの、ここもチェインなんだけど、あ、身代わりねえのか。あ、だったらば、守りの切りやっとこう。早速落ちてしまったけどね。しょうがない。身代わりないのか。じゃあ亀しかないな。ゼメル使いたいから、あ、それあんのか。
村がちょっと1枠4体強烈だよね。あ、まあ大丈夫です。レイラがあの超高度速い株ついてるから、ステルスアタックの一番後ろが、まあ、何かしら回復用に持ってるでしょうから、まあ、とりあえず亀を落として落とした時に発動するものがこっちにもありますので、それで生き返りますよね。これで究極行動速いがついてるのが、まあ、ありますので、あ、封じられたか、封じられたけど、ね、降りれないから、まあ、やるしかないか。お裾分け怖いですよね、副作用は。でしょ、アフェブラックで倒すんじゃないかな。最後に楽園持ってたらあっちも行かれちゃいますけどね。あ、行けた。あー、ちょっと待って、ゼメル使うんだったらカメか。やっぱりゼメルリクエストだったので、ゼメルギアスをね、やっぱちょっとメインに使っていきたいかなと思ったんだけど、つわものマスター来たね。さて、ベーラがいる。あー、待った、これカエルいるってことはリバース、先動きの、あー、そういう可能性はあるよな。チェインパンにするか。身代わりの、あっちでも使ってこないよな。だったらこっちも使わなくていいかな。なんだけど解除してやってみたいっていうのもあるから、なんかフィオラで、あ、合体しますよ。同じコマンド入れましょうか。あー、ベーラね。あー、まあそりゃそりゃそうだ、それもいたわね、ベーラね。そういえばちょっと身代わりやんないと、まあ一旦目はね、あの始まりの守護者があるので、まあそう簡単に落ちないので、やっぱりね、あっちの翼が速いので、ワールドじゃないと勝てない、そこはね。なるよね。で、服装投資だろ。で、終わりで、で、あっちが何やっていくかね。お、溶けたね、身代わりね。さて、やっぱり始まりの守護者いるな。んー、ゼメル落とされんな。ゼメルリクエストなのにゼメルいなくなってどうするんだって話だよね。合体解除してゼメルに合体したかったんだけど、まあしょうがない、これとりあえず落としてしまわないと やられるので、チェーン切れたな。ってことはチェーン切れたら残ってるよ。
ベーラさえ落としてしまえば、なんとかなるので。ああ、アスラフか。ファイナルウェポン。また、合体解除ですね。で、ライドだったよね。おっと、違う。危ね。ライドで、プレイヤーが降りる。降りる。ライド、メインの、サーブルか、これだ、ノチョリンが降りるの、ここがノチョリン乗るライド合体。おぉ、ここが、カプランの叫び&、スティックの前って、あー、そっか、一回ラスはしないから、切って反省ダンスやかーそうだね、これでいくしかない。ファイナルウェポンは弱点がね、 HP 少ないんですよ。だから素早さが早いので、あっちも早く、そっちより早ければいけるので、王者の執念の最後の楽園の、あっち固まってますよね。のね、王者の執念があるから、まあその後でもやられるけど倒したっていう、ね、ゼメル全然意味ねえじゃん。ちょっと待てや。ゼメルは始まりつけないと、まあ今のパーティー内にね入れて対抗したいんですけどね。前回もそうだったけど、穴行きパーティーとか作っておいて全然ね氷系役に立たなかったので、ゼーメルか、ゼーメル合体すると確かね、なんだかんだゴリで落とされるような1ラウンドで、まあ、これ見たらわかるんですけど、まあ、誰でもいいんですけどね。神の裁きと破壊神がついてるから、与えるダメージの量が2倍になる。さらに与えるダメージが 1.05 なんで、まあ、合体してから最後にね、これ行きたいので、威圧と凍てつく波動、3回行動。だから超行動早いと、赤い霧、絶対ついてんだよな。超行動早いと破壊神かな。ちょっとやってみよう。それをちょっと入れてみよう。やべえ名前の人と当たったな。ジオンと、まあやべやべ、これな、誰だ。だろうな。だろうな。うん、ゴッドマスターだろうな。大魔王バーンが、あれ使ってくるね。超凍てつく波動。だから、一旦目に、ちょっと攻めるか。
ね、違うな。日本系だよな。まあ始まりついてんだよそれはね。バルーンなのでんーだろうね。1680とか笑えるよね。三枠？これサイクロプスか。三枠サイクロプスと一枠玉だ。チェインではないな。あ、だったら、あ、ゼネルギアスでよかったか。とりあえず勝てる状態にしとくか。ただ相手が何をやってくるかなんですよね。チェーンの身代わり。ラマダは一つ目巨人族で唯一ね、まあ、賢さも高いからね。チェインだろ。チェインで行ってしまって次いるあれにしてみっか。お、攻撃しちゃった。命令でねピオラやろうと思ったけど、まあ大丈夫でしょ。ゼメルに見せ場を。あー、なるほど。これはスライダーガールとかビストバーンがちょっと怖いから、まあそこら辺だろうな。いや、待てよ。
究極なんだけど、こっちの方が早いから、攻撃から繋げるか。イケツクで取れたね。取れたけど、あっちの方が早いのか。ノーピオーラを仕掛けます。さて、不屈の闘士の残りが何をやるかだね。タイマーをバン入れといたからね。最後の剣使ったらもう生き返られないから、落ちるな。落ちるんであれば一層合体解除して、ライドのここ、片しとくか。ピオラの、強調フレスとか邪魔くせえのあるな。根に持つタイプくんだろこれ。落ちたら落ちたでいいけど、とりあえずは、ここ邪魔だよね。ライドをとりあえず降りて、プレイヤーが乗って、ノチョリンが乗って、ライドだったり。合体をアップグラップ。こっちゼネルでもよかったかな、これだったら。それでこれもそこ強いんで、テンションでいいよ。テンションの塊の、サンダーブレス使わなかったよな。ってことは、これが攻撃的に変えるだもんな。これさ、逆にまずいよな。最後の楽園が明快になってる。
だけどモーダーで落ちてステルスアタックの入れ替えだ。はい、死にません。チェインだったら落ちるけどね。OK。のポーンの、の入れ替えの相手も同じ状態だろ？なんだけど、今ね、冥界がないんだ。ゼロ勝だったな。よっしゃコマンド復活した。冥界なんで、これを変えなくちゃいけないから、よっしゃあぶねえ。いやだからあっち倒すには、だからあのね、冥界の切り使って回復できない状態にすればこっちも1体なんで危ないけど、あのすごかったね今ね。さてこんなことやってらんねえ。ゼメルギアスだ問題は。今良かったね、うまかったね。だから冥界状態解かなくちゃなかったから、あの冥界状態の時になんか絶対冥界の切り使ってこないから、アストロンでね解いて、まあ次そうだよね、行くしかなかったよね今のはね、賭けだったけど。さてもう一回やろう。